トーマス・モラン、トーマス・モラン、1837年2月12日から1926年8月25日は、アメリカ合衆国の画家である。アメリカ合衆国の風景を描いた、ハドソン・リバーパの画家の一人である。アメリカ西部の風景を描いたため、トマス・ヒルや、ウィリアム・キースと共に、ロッキー・マウンテンパの画家とも呼ばれる。イギリス、グレーター・マンチェスターのボルトンに生まれた。 両親は食婦職人で兄に海洋画家となったエドワード・モランらがいる。家族は1844年にアメリカに移住しメリーランドに住んだ。10代でフィラデルフィアの基版画出版社スカター・グッド・テルファーで働き、余可に水彩画を描いた。1850年代半ばには木版を制作するよりも原画を描くことが多くなった。 地元の画家に教えを受けた。イギリスの画家、ウィリアム・ターナーの作品の載っていた書籍に出会い、影響を受けた。1862年には、ウィリアム・ターナーの作品を見るために、イギリスを訪れた。モランの作品には、様々な面で、ターナーの影響が見られることになった。モランの木版画は、有名雑誌を含む、多くの出版物に使われるようになった。兄からエッチングなど、 木版以外の版画技法も学んだ。水彩画、油彩画も評価を得るようになった。多色版画の作品は好評で、多くの人々に購入された。1865年に、メアリーにも、メアリーにもモラン、1842-1899と結婚した。1871年に、アメリカ・チリ、地質調査局のフェルディナンド・バンデウア・ヘイデンの、 イエローストーン地域への最初の探検調査隊に招かれ、約50人の探検隊員の一人に選ばれた。モランが選ばれたのは、スポンサーの一人、フィラデルフィアの資本家、ジェイ・クックが、フィラデルフィアで最も才能のある画家と推薦したことであった。モランは40日間にわたって探検隊に同行し、30カ所の風景を描き、探検の進展や活動を報じた。 モランのスケッチや同行した写真家のウィリアム・ヘンリー・ジャクソンの写真は人々の関心を引き、イエローストーンが1872年に最初の国立公園と指定されるのに貢献した。その後もアメリカ各地の風景画を描いた。1884年にナショナル・アカデミー・オブ・デザインの会員に選ばれた。ありがとうございます。